はいどうもー、アニモです。もうね、めちゃくちゃお待たせしました。あのー、東京へ行ってね、ほいで陳道中して帰ってきて、で、落ち着いたなーと思ったら腰痛をやりましてね、ほいで長らくお待たせしたんです。もうね、忘れされる前に、あの、腰が治ってくれたから、ちょっと続きをね、やっていきたいと思います。これね、えっと、初心者さん用にやってたコロリンバッグの、えー、今回がね、最終回になります。なんとね、最終回です。 で、今日は、えっ、ー、と、この蓋ね、前に作ったこの半分の楕円の、えー、蓋をつけていくのと、あとはぐるっと引き抜いていきます。で、今この辺くてくてしてるけど、このくてくてが、あの、しっかりしてくるのでね、あの、頑張って引き抜いていきましょう。まあ、簡単やからやっていくことはね。 とりあえず、引き抜いていきたいと思います。なら、えっ、ー、と、これと、針。ね。いつもの針と、えー、6号針ですね。今までのやつでまだ見てないよっていう人は、あの、説明欄にずーっとね、今までのあの、シリーズ化されてる位置からずーっと見てきてもろって、えー、ここにたどり着いてもらったらと思います。で、あとね、えー、今回また、とじ針がいりますね。あハサミもいります。いいですか で、引き抜いていくのは何色でもいいんだけど、色変えた方がちょっとね、あの、メリハリがあって可愛いから、今回はこの、えー、リサイクルコットンですね。ダイソーさんのやつ。のー何色だいね。えす、ー、えちょ、難しいね。なんかス、スレートグレー。聞いたときないな。スレートグレーというやつですね。あ、それを使っていきましょう。この中、これほんまに、あ、糸端かな。おー便利ー。よし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 。 最先いいですよ。はい。じゃあこのまま引き抜いていきたいと思います。もう早速ね。とりあえず、一旦ね、この端っこ。この端っこの上からぐーっと回ってきて、持ち手の上。で、またこのサイドをぐーっと引き抜いていって、持ち手の上をずっと引き抜いていきます。そうすることによって、ちょっとこうね、パキッとこうなるんです。 これで、この今度こっち側がね、ブヨブヨしてるからまだ、こっち側を引き抜きながら、片方は普通に引き抜いて、反対側には蓋をつけていくっていう感じになります。はい。じゃあまず外側からいきますよ。よいしょ、見えるかなうん。なら、この外側の横、サイドの部分ですね。このサイドの部分の、まあどの辺からでもいいんですけど、このね、端っこから、 全部の目。もう頭がある全部の目に引き抜くだけやから簡単なんですけど、どこでもいい。もう端っこ。後でね、糸始末しやすいように、もうこの端っこぐらいからいこうかな。持ち手のこれの。どこでもほんまにいいからね。この辺から引き抜いていこうと思います。じゃあまず、この糸をね、よいしょ。手に糸かけて、で、最初ね、ここで玉結び作ります。針下から手前をくるっと回って、上に戻って、 で糸をかけてこの根元を持ってねクロスのとこ持ってでこの中を通り抜けるこれで玉結びができましたで糸端の方をグーッと引っ張ってあげて引き締めるでこの時ね、えー、針のねそうやね1.2本結構ねしっかり目でいいです1.2本ちょっと分かるかなちょっとだけ空いてるぐらい針がほんまにもう何て言うのかな根元まで来たらちょうどかなぐらいの幅でいいです このぐらいのゆとりでケー、OK、でこれができたらね一旦針を外します。玉結びがある状態でこれを外します。ここに目がありますね。そしたら最初言うてた、えー、ここの角ぐらいねどこでも OK やからこの辺から始めたいと思います。でここに針を戻します。この時ね糸端が上糸のこ,この何て言うの糸玉側が向こう側。 まあどっちも糸ってもまあそない大丈夫ですよ。そない大丈夫やけどまあ向き、本当の本来の向きとしたらこんな感じです。で、このままこの子を引っ掛けて表に出していきます。よいしょ。いいですかはい。それができたら今引き抜いてきたところの次の目。次の頭2本のところですね。ここに入れて糸をこう針にかけてこの中を通り抜けていきます。 で針にかかってるこの子の中も通り抜けます。これがね、引き抜き編みです。でこの時のまた針の隙間、根元に来たらちょうどだよぐらいの隙間。そんなに緩くなくていいです。ね。できっちぎちに引き締めてしなあかんかい。そんなこともない。針の根元がちょうどピタッとそう。前の方に来たらこれさすがにね針が細いからスカスカしてるよぐらいの。このぐらい。なら今ここに引き抜いた。これね、どこ引き抜いたかなと思ったら、この後ろっ側の糸見たら、 今ここここのの頭2本のとこから出てますね。ここ引き抜いたよで。次はこの目ですね。次この目に入れて同じ糸をかけて引き抜いてきて針にかかってるやつの中も引き抜く。でまたこれね隙間同じ穴根元のとこ来たらふわっとこうついてるけど隙間があまりない状態。ねこんな感じで同じ力加減で引き抜いていきます。 じゃあ今ここかからら、糸が出てるから次の目、ここですね。次ここに入れてでかけて引き抜き引き抜きでそんなに隙間がない状態ね根元に来たらちょうどぐらいの隙間で次のところに入れて引き抜き引き抜きたったこれだけをね全部の目にしてくるんです。これでちょっとねやっぱりあの何て言うの色味が入ってくるしこれであとは引き締まる。 これがね、ゆるゆるやったりとかするとあの引き抜いてもあんまり意味がない何て言うのかなあのこうブヨブヨなったまんまになっちゃうからちょうどほんまに針が根元に来たら隙間ないよぐらいにでもカチカチじゃなくてねふわふわと動くぐらいねこんな感じの力加減が、えー、一番ね綺麗に仕上がるんじゃないかと思っております、はい、じゃこういう角に来てもずーっと頭2本はずーっとつながっておるんだからここね一目に1つずつ。 で、次持ち手のとこに来ても変わらずずーっとこうして引き抜いていきます。これね、引き抜き編みの時は、えっ、ー、と、あれ、編み図でやったらね、点です。もうただの点。その、ほら、再度立ち上がりの時も引き抜きの点しましたね。それと一緒。もう細編みの上に点があったらこうやって引き抜いていくんやな、という感じです。編み図の方もね、だいぶん理解、えー、今回は本当に何ちゅうの細編みと、鎖編みあったっけ最初の鎖編みか。 と、あとは、ま、引き抜いて立ち上がっていうところぐらいしか、あの、編み図に登場せへんかったんですけど、まあ、その細編みとか、ま、たいどっからスタートして、こんな感じで、こう、なんていうの、あの、楕円形やったら、そこをね、まずこういう風な編み図があって、ほいで、え、側面に、こう、上がっていくんですよっていうのを説明できたけ、と思うんですけどね。うそう、ほいで、<laughs> 字が、字参、字参はしてない。まだ字参はしてない。ねあ。そうやねんけど、うんとね、本によってほんまに様々なんよね、書かれてることって。 そやから、まあ、あのー、細編みって言うたらバッテンの絵。ね、引き抜き編み言うたらテンとか、その辺はもう万国共通ですわ。そやから、万、え、国、ー、共通といえど、編み図はね、あのー、外国はないんですよね。あのー、外国でもこう、日本のやつに慣れて編み図書いとっての人もおるけど、えー、外国はね、英文で、もう文章として、えー、やっております。だからこういうのやったらスリップステッチとか言ってね、えー、SL で表されるかな。そうなんですよ。 なので、あのー、文章とかやから、外人さんのやつじゃなくて、日本の方のやつはね、あのー、アミズになってると思います。文章で書いてる人あんまり見ないからね。そうなんですよ。なので、えー、アミズもね、読めるようになったらいろんな作品の幅も広がるから、えー、今後ともね、ちょっといろんなこう、初心者さんのやろうかっていう時は、ちょっとアミズの紹介をしたりとか、えー、そういうのをしていきたいと思うので、今後ともね、よかったらね、よくなくてもね、えー、見ていってくれたらと思います。 まあまあね、あの、指暇してんでっていう人やったら、あの、いいねボタンもグッと押していってもらったらね、嬉しい限りでございます。はい。そないこの言うとったら、こっからずーっとこうきて、ね、この色違いもちょっと可愛いね。こうやってずーっと着てます。で、ずーっとね、鎖は同じような大きさになってきてると思います。はい。で、これを頑張って、えー、できますかね。もうずーっと本当に、この外かむちゃくちゃ簡単なんよ。ずーっともうこの辺もずーっと頭があるんだから、この頭2本の下をね、ここか。 ここもちょっと、いやいや、いけるか。ここもずっと一緒やね。ここも一緒だ、一緒だ。こう、頭がずっとあるから、この頭2本の下を、ここ取って、ここ取って、ここ取ってやね。わかりますね。うん。頭2本の下。とりあえずもう、こう見ながら、鎖の頭2本の下をずっと取りながら、ずーっとこの辺まで引き抜いてきてください。頑張って。そしたら、この辺になったら、またやります。 で、その後は、ここのね、この角っこのちょっと取り方だけがちょっとめんどくさいので、そこだけやって一周ぐるっとここしますね。これで反対側の時は、なんと持ち手じゃないわ。蓋をつけていかないかんから、蓋をひ一緒に引き抜きつつ、で、この角めんどくさいけど、ここをちょっと目を見つつ、引き抜いて一周します。で、それが終わったら、あとはね、マグネットボタン。今回はね、えっと、この上にほら、あの子をつけようと思うのよ。ホップステップ。この子。この子をブローチにして、まあ、ホットボンドでつけてもいいんだけど、 ブローチの金具もったいないから、ホットボンドでつけちゃおうかな。ね。ほな、金具も裏付けんでいいし、楽ちんじゃないほんとペタッとつくし、あの、カチッとしっかりもすんのよ。ホットボンドがカチッと固まると。そうしよう。だ今回はホットボンドでつけるけど、ブローチの人はね、ブローチで付けてもらったら OK です。で、この裏側には、えー、今回このセリアさんのね、えー、まあ縫い付け14ミリのやつか。こうできたんでね。これをここへ縫い付けて、こっち側と縫い付けて、これでパチッと。大体ね、このポコッとしとる方ね、デベソの方は、えー、二皮。 で、へっこんだ方が根元側ですね。そんな感じで根元置いてこちらの本体の方にね、つける感じに、えー、やっていこうと思います。はい。ほんで、まあ、引き抜き編みだけやったら今回ちょっと動画が短いと思うから、この子をね、もうちょっと、えー、皆さんのご要望にお答えして、お笑い系に仕上げてから、えー、最終仕上げをしていきたいと思います。はい。ほんなら今日もね、後と,と楽しんで仕上げまでやっていきましょう。ほんなね、ぐーっと回ってきてください。 やっぱりこのサイドの方までずーっと切ってここもね説明しとかんとほら初心者さんだからあの念のためにもう分かると思うけどねこの頭2本のとこね普通にこう順番に取っていく次ここでこうあ,のあれしたつないだところがあるけどここじゃなくて真上から見た頭2本とかありますねここ引き抜くここで次引き抜くただこれだけねいいですか こここねこの引き抜き編みをすることによってほんまにねあの形も綺麗になるしワンポイントにもなるしまたワンポイントになったらちょっとおしゃれ感が増すやんなんかステッチ入ってんのみたいな感じやんかこれをね表側から今こうやって引き抜いていったらこんな感じやけど裏側やったらこういうステッチが入るみたいな感じやから裏側に無理やり引き抜くっていうのもありかもね。えー、と向きで形は変わらへんかな。うん やろうかそれはそれでまた手法としてねアリアはねなんかいろんなことやって遊んでもうたら楽しんちゃうかと思いますよ。こういうねちょっとここ糸一本糸一本チーコラこういうやつのね下っちょに入れたって裏側から引っ張るかうんな、うん、った。こんな感じで、えー、やっていてもらったら、えー、変わりなくねやっていけると思います。 えまた、そんなの橋に来るまでね。ここだけのためやったら選んでよかったすいませんね。えー、心配性なもんでね。一応やってみました。ほんなら今度はまた元のとこまでずっと来るまでね。頑張って。この持ち手の今度こっち側来とるからね。上側をずっと引き抜いてきてください。はい。じゃあ今ね、ぐるーっと回ってきました。このね、こっち側を引き抜いたからこっち側はピシーとしてます。で、こっち今ね、このまだ引き抜いてない方はヨレヨレ。ヨレヨレやけどこれも、あの、ちゃんとなるからね。心配せんと、このままいきますよ。はい。 そうしたら、よいしょ。ここ見たらこの最初ここですね。この裏側に残ってた糸端を見ると、この子から出てる。だからこの子までの間を引き抜きます。今この糸、糸玉の糸があるやつの次、次。で、その次のとこから糸が出てますね。これね、最初の糸端が出てるから、あと2つだけ引き抜いたらもう終わりです。いいですか糸が出てないところ何もないとこに引き抜く。次のとこに引き抜く。 はい。じゃあ次のとこ見たらもう糸端がほら出とるところやから。ね。もう今目、糸端同士になりましたね。こことここ、糸端、糸端になった。これで一旦終わりです。そしたらここでハサミを持ってきます。はい。で、糸始末できるぐらい。だいたいね、えー、ちょっと大盤振る舞いしようか。はい。そしたら、今針がこのままですけど、これをね、スコーッと抜きます。はい。で、 針にね、ちょっと通しますよ。よいしょ。このね、今切った方ですよ。切った方の糸ね。っ。はい、通りました。そうしたら何をするかって言ったら、チェーンつなぎをします。チェーンつなぎって言ったら、このチェーンね、このチェーンの形。 これがつなぐ、つないで、こう、つながってるように見せかける。じゃあ、今、ここの、ここから出て、これが一番最初のチェーンやね。色が違うかわかりますね。この子の、この時ね、この糸端、一番最初の糸端ちゃん、上、裏でね、ちょっと持っといてあげて。これで、この子、一番最初のこの子の、よ、この子とこの子、鎖の下に針を入れて、引っ張ってきます。ね、通ってきた。 はい。ちょっと待ってよ。よいしょ。はい。そしたら、今、ここから出てきて、ここへ来たから、ここへ戻りたい。わかりますね。この糸はずーっとここつながって、今一番最後の目がこれやった。ここから糸が出て、ここの最初の鎖の下を通ってきて、ほんで、戻るところはこのここ。この最初のこの子が出てるところのね。で、裏側はこの2本ぐらいを取ってあげてください。 で、ここに通す。ちょっとなんか固まってんやんか。はい。で、この時に、よいしょ、他の子の鎖の目と合うように、ちょっとね、突っ張りながら、こうやったらほら、他の子と同じ大きさになりましたね、だいたい。これができたら、裏側で糸始末するんですけど、まずは、よいしょ、この子、この最初の糸端の子をぐっと引っ張って、 この子のね、玉結びの中に一旦通ってやってください。ほんなら玉結びが表に抜けることもないし、この最初の子と繋がるので、わかるかな。この子、最初のここ、玉結び。よ。これ最初の玉結びですね。この玉結びのどこでもええからね、ぐさっとこう、この玉結びの中へ手、手気つけてよ。うん。で、ここへ通してあげます。 まあ、あの、裏、裏のことなんでね、裏、<laughs> 裏社会みたいに言うな、相手裏のことなので、えっ、ー、と、まあ、見えへんかって、綺麗になっときゃいいんです。ね。こうやって、クックっとやってあげると、綺麗に、こうね、できてますね。そしたら、あとは裏側で糸始末なんやけど、あのね、色が違いますやろ。ね。そやから、あの、ちょっと目立ちやすくなっちゃうから、目立ちにくいように、こうね、ちょっと裏側とかね、こうやって隠れて通ってあげる。 どこでもええのよ。まあどこでもええんだけどね。こうして裏側を通ってあげるね。一旦ね。こっち側はまあ後で始末するとして、こっちか。ね。今こう裏に出てきて降りたところで、ここ、こうやってピッ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 ってなってるとこあるね。これ細編みの足だから、この足の中を通ってやればいいのよ。表に出ないように。 あるこの足の中ばっかり糸が割れてもええよ糸が割れてからもとちょうどええからねっていうのは前も言うたねこんな感じでこう通ってやる裏側には針は見えてませんねっこれなんだ白い糸やなよしよしよしねっこんな感じほんでこれをねスコーッと抜いて向こうへ行ったら一方方向だけじゃなくて戻ってきてやってほしいのよねやっぱり強くするためにねよいしょバッグもほらよく使うとなのほれよいしょ あれやんか。よく使うやつやったら、丁寧に仕上げてる方がいいからね。ほんなら、また一段でも下がろうかいなと思ったら、どっか隠れれそうなところにね、忍びます。こういう横線の中でもいいから、一段下へ折ります。ちょっとだけね、あの、見えたりするんだ。でも、まあ大丈夫ね。 そしたら今度はこの一段下のこのこのこの大山マークのとここの足の間をね通っていきたいと思います糸始末の仕方はまああのー、糸を割ったらまあ糸を割ったら割ったでね絡んであのあれやしあの何て言うの抜けにくくなるしねで、えー、こういう足の中を通ってやると見えにくいから目立ちにくくなって綺麗に仕上がります で、突っ張らんようにね、こうしてあげて、あとは根元で、ちょっと引っ張り気味で根元からもうちょんと切る。ほい <laughs> であとね、もうにもうにもうで終わりです。もうにもうにもう。はい、一本綺麗に仕上がりました。なら、あとこの子もまた、えー、どっち側でもいいね。こっち側ででも糸始末をしてあげてください。それができたらね、とりあえず一旦片方を引き抜いて、こっち側を仕上げます。で、反対側で蓋つけましょう。はい、じゃあね、糸始末も終わりました。えーと、どこやったこっちか。 こっちかなえー、どこかわからんぐらいに綺麗になっております。ね。はい。ほんなら、えー、今ね、このくてくてやん、外側。ほんなら、ぶよぶよやん。これ、ほんまなおるんかえっと、今、まだね、不審者、をっる、不審者じゃ、不審がとる人もおると思いますけども、今からこっち側をね、ちょっとやっていきたいと思います。ほんなら、引き抜きはずっと一緒なのよ。引き抜くところだけの問題やから、さっきと一緒です。まずここでね、 最初、えー、玉結びを作ります。またね、えっ、ー、と糸始末、できるだけの糸は置いといてください。はいで、また針に沿うぐらいにしっかりとね。針に沿うぐらいにしてください。よいしょはい、これね。最初のところに針を入れてこの中でね。玉結び作ってあげてもいいんですよ。こうね。ちょっと待ってよ。一旦針抜いて。 それやってみようか。ちょっと、ほな、解きます。できひん人は先みたいに玉結びをして、針り外して、ほんで、えー、一目めに入れてっていうのをしていきますね。まず一番最初、どこに入れるかって言ったら、これずっと綺麗な頭2本で、ここね、足が入ってる頭2本がありますね。この頭2本のとこに縦のこの足が入ってきてる。ここの、この足と同じここの頭2本の下に入れようと思います。最初ね。はい。ほんなら、できる人やったら、 この糸端を張り突っ込んだ状態でね。できひん人はさっきと一緒よ。ここで、えー、玉結びを作ります。この針先だけでね、ここで。まあ、これができたから何にちゅうことはないから好きな方でやって。で、ぐっと引き締めて、針に沿うようにしたら、この状態で、後ろから前に引き出す。 で玉結びはねまたさっきみたいに裏で一番最後こう玉結びの中に糸通してってするから、えー、ここによいしょ裏側かに折ってもらってそうしたら今ここに引き抜いてますねこの次のところ次のとこに入れて引き抜きますここをね1と数えてくださいまずね最初糸つけたところじゃなくって糸つけたとこは足が入ると同じとこから始まりましたねじゃあ今引き抜いたところは頭2本しっかりあるところだたから今1じゃあ次 これで二 2, 2個目いきますね次の頭二次三あの針に沿うのはね同じぐらいね4ここ根元まできたらちょうど隙間そんなにないよでもそんなカチカチちゃうよっていうぐらいねで次五、えー、やった数を取る5 6 7 8 9 1 1213で次ね次ここしっかり頭2本ありますねここに14はいじゃあ間ねあの持ち手と持ち手の間14目開けたところが今しっかり頭2本を引き抜いてきたところですで次次はねよいしょどこって言ったらここほら この頭2本やけど、ここにこうほれ、足がピュッピュッと入ってるでしょこの根元の穴。今引き抜いたとこの次、これ頭やけど、ここには足も入ってます。この足と一緒のところに入れてあげてください。で、引き抜きます。まあね、あの、少々大体でも大丈夫やからね。あまりきそんなに神経質に、ここやここやって線でも、まあ大体でも大丈夫です。ほんなら、次、ここを見てくるとね、こうね、1本ずつシュッシュッシュッ。 シュッ。残ってるね。ほいで、ここシュッがあります。その根元に、ここ横にストップがおりますね。縦にシュッ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 。言いたいだけ。横にピー。この横にピーの手前。今引き抜いたとこと、横のピーの間。ここに変なこう、への字のこの子がいますね。この子をもう束で取ります。こそっと。このへの字のここにね、ほら、穴開くでしょ。 えのじを束ごととそっとここに入れて引き抜き抜ます。はいそしたら次次はここのストップああここか今引き抜いたとこの真横にここストップが折るこここのね長いのが入ってるところ横向きに長いのが折るのが入ってるところこの1本のところこの時ね指で後ろ側を押さえてこの1本のとこ 取りながら針をね、こう指に押し付ける感じ。これか,かな。こう、こう、こう、こう取ればオッケー。この一本ね。で、ここで引き抜く。じ次はこの一本。最初、えっ、ー、と、鎖でさ、持ち手の時に鎖編みをして。で、頭と、えっ、ー、と、裏の半目を取って、残り一本。 下側に1本残した状態で持ち手の最初ってこう編んできたんだけどその残ってる、えー、半目のね1本この1本にずっと引き抜いていくんです今ここに引き抜いたから次の1本はこの1本ね、縦にこう1本だけピュッと折りますここに引き抜くちょっと糸割れたわちょっと待ってよこれはだからね糸が割れへんようにこう指にこう押し付ける感じが一番 うん私的にはやりやすいかなと思うんだけど、まあ、その辺はやりやすい方法でこの足がシュッシュッと入ってるこの1本ね縦のこの子にこう入れて引き抜きで次のこの1本裏に指置いといてこの指の指にグッと針を押し付ける感じでこうわかりますねこのここほら1本,1本1本1本でこうずーっといますねこの足がブイッと入ってる。 この一本のところにずっと変わりなく、あの引き抜いていくんです。いけますかね。この時のね、あの針のゆとりも最初の時と一緒よ。あの針の根元まで持ってきたら隙間がないけどあの、ふんわり動くような状態、カチカチじゃないよぐらいの力加減。根元まで来たら遊びはないけども針が動かんこともない、少々動くよぐらいの時ですね。時、うんですね。そう。でこの一本のところをずっとね。 いいよ糸割れがちょっとねこっち側1本しかないから糸割れがちょっとしやすい糸とかやったらその辺は気をつけてねあのやってあげてこの針の上にこう頭の背を置いてこう斜めにこうブスッと刺す感じで引き抜くここの上に頭を置いて斜めにこうグッとねこうグッと指の方に押す感じわかるかな まあね、あの、こんなに何目もあったら練習しようんだら、ちょっとできるようになってくると思います。ほで、自分のやりやすいやり方もね、あると思います。そんな感じで、こなして、えー、同じ力加減で、ずっと引き抜いてきてください。ほんでね、えっ、ー、と、こっち側の下の方になって、またこの辺になったらごちゃごちゃっとしてくるから、えー、この辺でまたやるので、そこまでね、ここずっとこう、頑張って引き抜いてきてください。はい。じゃあまたね、ぐるーっと引き抜いてきて、ほらね、くてんくてんやったのがしっかりしてきたでしょ不思議。ね。 これで、この引き抜いたやつで、クッと引き、なんちゅうのあのー、クッと引き抜いて、しぼまった分、あのー、コロンとするのね、余計に。だから形が余計に可愛くなります。だからこのね、引き抜き編みは結構重大なんですよ。はい。なら、まあ、大体端まで来て、こっち側はね、簡単なの。ずーっとあるとこ、ここと、ここと、ここと。で、一番最後。このね、始めたとこの、このスタートありますね。このスタートちゃん。よいしょ。糸端ちゃんがおるからわかるね。よいしょ。 ここがスタートになってます。スタートの横に、ここね、ちょびっとしてこう足で、一本だけ、最終ここに。ここまでずーっと引き抜いていいんです、普通に。今ここ引き抜いてるから、この一本、この一本、この一本。で、ラストこの一本。ここまで引き抜いてくれていいです。ほんで、最初のとこにチェーンつなぎをしたいと思います。ですかはい。そしたら、もうね、こっち側は、 そんなに悩むことなく。で、これが終わったら、ちょっとね、蓋の縁編みを一周してから、リングね、ちょっと外してしもうたんやけど、あの、してからね、これで、えー、ここの本体につけていきたいと思います。まあ、ここまで来て、最終ここ一本あるからね、ここも引き抜いて、はい。 で、ここまで来たら、ここにまたチェーンつなぎをします。最初の子にね。チェーンつなぎの仕方は、さっきと一緒です。もうわかりますね。ある程度で切ったら、貼り外して、もう一回だけじゃあ、あの、スーパー早送り仕様で、あの、なんちゅうの早送らへんで送らへんけど、私が貼りをするということで、ちょっとやっていこうかな。よいしょ。まずね、よいしょ。針通して、最初のところ、ここの子に入れて、 で、ここに戻ってくるときに、裏一本しか取られへんから、まあしゃはない一本だけでいいわ。ね。これで他の子と大きさを合わせてやる。だからこの玉結びをぐっと引っ張って、この玉結びの中にね、とりあえず一回通してあげましょう。よいしょ。針と指を気をつけてね。ほんならこの玉結びも抜けないし、この子が入ってしっかりするっていうのもあるからね。よいしょ。はい。 で、この子もちょっと引っ張ってやって、お互い引っ張って、OK。これでしっかりしたので、あとはさっきみたいに裏側の見えにくいところで糸始末です。これが終わったらね、蓋の縁をして最終蓋を引き抜けば、同じことなので、こっち側、あの、ちょっと何を、説明はちょっとしかせえへんけど、それが終わってあとね、ちょっとあの子の顔で遊んで今日は終わりになると思います。はい、頑張って糸始末して、えー、今度、縁、縁をね、この子の縁を編んでいきましょう。 はいじゃあ次ですねこの子の縁を編んでいきますちょっとね前にあのリンゴ外しちゃったんやけど、まあ、この一段だけやからちょっと数数えましょうかねとりあえずこの一番最後に終わってグッとしたところありますねこのこのこの根元これは玉結びの子やからこの子じゃなくってここでいうこの V のこの頭ここでねこの子の根元にあるのは玉結びやと思って。 で、この横、普通の頭。ここに針を入れます。この向きね。はい。そしたら、よいしょ。この新しい糸、縁の糸を持ってきて、この子は針の上、進行方向の方に向かって置いとく。この子も同じように持ってきて進行方向の方に向けとく。ね。いいですね。よいしょ。はい。そしたら手に糸をかけて、まずここではね、どの向きでもいいから引っ掛けて出してくる。 糸がここから出てきたらどの引っ掛け方でも OK それができたら鎖編み1つで立ち上がりますで同じ根元この子が入ってる同じ根元に針を入れて糸をかけて出してきてここで細編みをしますはいこの時もねあのずっとやってきた、えー、波打たない方法ですグッと外までしっかり出して編むこれを確実にね、えー、やっていってください ね、ここが終わった。今、1。これで1です。もうね、リングいらんと思うけど、もし、まあ、つけたい人はつけといてもいいよ。あのー、なんていうの引き抜いていく次、引き抜いていく時の1目目がここになります。この子の頭ね。まあ、色が違うからわかると思うんだけど。はい。じゃ今引き抜いた、次ですね。次、ここ。頭2本の下。で、この子たちは一緒に編みくるみながら細編みをします。これで2回目。 で、次のとこ入れて、また編みくるみながら、しっかり張り出して。で、3回目。で、これをね、えっ、ー、と、27回まで行きます。大丈夫かなし、ね。この子たちも編みくる寄るところまで編みくるんでね、最初みたいにこう、突っ張っといて、後でこうね。 引っ張って脅してやるっていうやり方でやっていってくれたらと思います。あんならここからね27回編むまでずっとザーッとやってくるのでごめんなさいね、こうリング外した人はごめんなさい。数えながら27回細、えー、編みをねしていってほしいと思います。はい、じゃあね27回ずーっとここね編んできました。はい、そうしたらここからは 2v2、えー、を3回やります。まず次のところに27回編んだ後ね。 1, 1次2回目しっかりね張り出してじゃあ次 V ですね同じ目に2回入れます。ブ同じところにい。じゃ次11ですねそれで2になります。次のとこしっかり張り出して1次のとこでしっかり張り出して1これで 2V2 ができました。これをねあと2回繰り返します。1 2 ブイ。一。二。はい、じゃあ、ラストもう一回。一。二。ブ。い。一。二。はい。これでね、またカーブの部分ができました。 これがね、やっぱり波打たないのは、やっぱり側面までぐっとしっかり張り出すことが重要です。そしたら、ここからまた端っこまでね、27目あるので、その端っこまで頑張って、えー、細編みをちまちまと編んできてください。はい、じゃあまたここまでね、ここから27目編んできました。やっぱ縁がつくことによって可愛い,いね。ね。ほんなら、これ27回編んだ後は、鎖編みを一つしてから。ね。あと、糸始末できる分ぐらいだけ切って、 で、張り抜いて根元を引き締めます。このね、最初を始めるときベージュの甲もこう根元に玉結びって折ったのはこの子。鎖編み一つで立ち上がった甲を引き締めて玉にした感じだから、この子がね、あの、最初に折ったみたいな感じです。そしたらこの子を糸始末。裏側向けて、ここのね、ほんまのこの足の中、この細編みと細編みの間の、ここ、ここを通す感じ。この VV の、 中を通していく感じでこうやってわかるかなこうやって通すだけ糸割れても大丈夫ずっとねよいしょこうやってこの足の間をほむ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 通っていきますでもこの時は大深みいいかなと思いますあの根元のところもまたあの何ひ引き抜いて引き締めるから 緩むことあんまりないと思うのでね。よし。この一方通行でここだけは終わろうかなと思います。心配な人はね、あの、また、えー、なんちゅうの、U ターンして、引き、えー、何や、糸始末をしてきてくださいよ。よいしょ。うん、ここの中をね、続いて通ってここ、あんまりね、引き締めすぎない。こんな感じです。はい。じゃあ、よいしょ。 はい。まずね、今から引き抜いていくのに、表と裏を決めたいと思います。この中心から見て、こう、ずーっとこのへっこんできてるラインがありますね。今表、表もえー、裏向けとんか。どっち側でもいいんやけどね。表でも裏でも一緒なんやけど、綺麗な方使ったらいいと思いますけど、うーんーとね、これやったらここがセンターやね。センターの次の段のところに手棒はないね。これで、次手棒。 へっこんだ、手ぼ、へっこんだ、になってます。こっち側は、へっこんだ、手ぼ、へっこんだ、手ぼ、へっこんだ、手ぼになってる。だから、こっち側を表として使おうかなと思います。アニモはね。好きな方で大丈夫です。はい。そうしたら、えっとね、12箇所で引き抜き編みをしようと思います。よいしょ。この子の、最初ね、こっち側でつけた時は、よいしょ。ここでしたね。この、 頭2本に足が入ってる。一緒に、ここに最初に糸をつけました。で、ここから14目ありましたね。だから14目あるってことは、1つは普通に引き抜いて、次の段から12目じゃ次の目からね、12目引き抜いていくときに、蓋も一緒に引き抜いていきます。で、それでどこを引き抜くかっていうと、まず一番端っこはこの一番、ここはね、玉結びですよ、最後の。最後の玉結び。大きいこの、この子ですね。 この、これが一番端っこの1。この頭2本を取ります。よいしょ、ここですね。その次は、この茶色の足が入ってるところ。ここを2。ね。次、このへっこんだライン。このね、足が入ってるところにはこのテボテボがおるところね。じゃ、次、へっこんだライン。へっこんだラインはどこを取るかって言ったら、ここに細編みの足がありますね。この足をタバコと拾う感じです。こう。で、次。 次はこの点点点が来た一番端っこ。点の一番端っこが入っているところと一緒のところに入れます。でこれで、1、2、3、4。で、次ここ。鎖を束ごと5。で、次、この点点のとこで6。じゃあね、このここの次のへこんだラインはセンターなんですけど、このセンターは拾いません。ここセンターです。このへこんだラインはセンター。で、この手棒のところを来たら、 次このセンターは無視してその次の手棒の端っこ。で次、えー、これで7個目ね。7で次へっこんだの端っこ。もうどの辺でもええからねあのこ,ここやねこの穴を見つけて。ほらわかるかなあわかるかこここここれを束で取る。ね。で、えー、78次この点の横9ここを束で取る。10ねこの束で束で取るの分かるかな この辺はね、ごそっと刺すと穴が絶対あります。こういうとこで OK。んで、11はこの、この子、縁のこの足が入ってるとこ、手棒の一番端っこね、ここ。で、12個目は最後のこの頭。頭の横ここ、ストップがおるから、頭最初こっちはわかりやすいね。こっちは糸始末をするのに、これが玉結び。こんな小さいの頭違うね。玉結びの横におる、この子が最初の頭。わかりにくかったら、この足を見た右上。ね。 この足の上の頭、この子ですね。この、この子です。これだけ覚えとけば、今から引き抜いていくのはすぐ、えー、できると思います。頑張りましょう。はい。んなら、えー、どっちでもいいよ。まず玉結びを作ってから、えー、ここに引き抜いて。えっ、ー、と、さっきはあれしたから、針入れてやったから、今度はこっち、またあれしようかな。どっちでもいいです。やりやすい方ね。玉結びを作って、で、引き締めるね。ほんなら、針を抜いて、はい。 じゃあ一番最初がね、この子が入ってる。この子が入ってる、ここですね。ここ。ここにまず糸をつけます。よいしょ。こうね、手前側が糸端で、向こう側が糸玉側。あこれはもうさっきも言ったけど、どっちでも OK。で、引き抜いて足してきたら、まずは、よいしょよいしょ。裏の糸をね、引っ張って。 はい。じゃあ次の目に、ここですね。ここに、まずね、この短い項もちょっとあれやったら持っといてあげて。ね。心配やったら。で、ここに引き抜きます。まず一つ。はい。で、糸端こっちを引っ張っといたったらね、しっかりします。はい。じゃあ次は、これをこうつけていきたいわけですよ。ね。センターがここ、センターの両脇に手棒がおるところ。こっち側でやっていこうと思います。 どこ、どこからでもいいから、この子から12目拾えたらいいんですよ。なら、次の子に入れます。よいしょ。この子の次の目に入れますね。入れた時に、この子を持ってきて、これ一番最初の頭。横にストップがあって、これが一番最初の頭。ここに針を入れます。このね、12目だけちょっとややこしいと思うんだけど、まあ大体のとこで取っていってもらったら OK ですよ。はい。じゃあ、ここで糸を持って、 この子と共に引き抜くんです。この蓋の方とこの本体の方の中を通り抜けてきて針にかかってるこの一歩の中も通り抜けます。この時はね気持ちしっかりめにあの引き抜いてくれて大丈夫です。はいじゃあ次の目次の目がここで裏側見ますよ。裏側の端っこはこのこの茶色の足が入ってる一番端っこの子ですね。ここって言いましたね。ならここに引き抜きます。 はい、じゃあ次の頭じゃあその次ですね今この茶色の根元に引き抜いたから次このテボテボラインの端っこやったもんねじゃあ次はこのへっ,へっこんだラインのところの端っこのこの穴ポっコのとこでいいですねこうやって1目ずつ引き抜いていきますじゃあ次の目とこの点々ラインの端っこで次この次の目とへっこんだのところもしやんせいなリングしてもあれやな まあね、えっ、ー、と、引き抜いて、めくってみてみたいになると思います。ちょっと待ってよ。やっていこう。ね。この、ここ2枚入ってるとこから、裏から引き抜き、引き抜き。じゃあ今引き抜いたんがどこか見たら、こうやってね、こうやってめくってみたらわかる。ね、このへっこんだラインを引き抜いてますね。わかるこの糸、ほらほらほら。ここのへっこんだラインを引き抜いてます。じゃあ次、この手棒の線。 だから今ここやから、この次の目と、ね、この手棒のところの一番端っこ。ここだけがね、ちょっとね、あの、目を見ながら拾いながらやからめんどくさいんだけど、頑張っていきますよ。うん。で、一番センターは拾わないので、もしかね、気になる人だったら一番センター、ここは拾いませんよ。でも最初にそこだけリングしといてもいいかな。うーんと。 わかりますね。この、ここのお花マークのこのセンター。これが最初のこのアーチのこの楕円のところやから、このへっこんだラインを一番下までずっとここを見てきた一番下。ね。ここのこの子のところは拾いません。この横の手す。ここは飛ばしてこの横の手棒。 にするのでもし分かりにくい人やったらそこに印をいけといてくれたら後々、えー、ねこう辿ってきて見んでもいいかもしれないね。なら次次の頭と今ここへっこんだラインのとこあちゃちゃ手ボラインかのところやから次のこのへっこんだラインの一番端っこここね大体のとこでも OK やからそこに引き抜きます。うん、で次。 次のところ今ヘッコンダーラインが来たねヘッコンダーラインのちょっと見えるかなここのヘッコンダーラインのところから次この手棒の端っこ、うん。ということはここで今ね6回引き抜けたことになります。6目引き抜きましたよ。あと6目ね。じゃあ次の目。でその次はこのリングを飛ばしてこのリングのとこ飛ばしてこの手棒のところ。手棒のところ。 で、裏側でね。糸かけて引き抜いて引き抜いて。はい。じゃ、あ次さっき手棒のとこやからこのへっこんーのところ。ちょっと糸割れたしょ。わかりますか？で、次へっこんだ。ダー板とやったら手棒の横。ここでね。裏側で糸をかけて引き抜き引き抜きです。あ、ごめんなさいよ。よい はい、じゃあ次ここで今手ボのとこいったから次へっこんだあとこですね。わかるこのここに糸が入ってるね。この点点点のところの端っこ。じゃあ次はこのへっこんだラインの端っこ。うん、よ、うん、で次へっこんだラインの次はこのテボテボのところはもうこの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 足。 この縁の箱の足が入ってるとこ。この辺ちょっと説明難しいな、うだうだ言うとるけど、あの、拾うところさえ分かれば、よいしょ。そこを順番に、もしあれやったら、あの、細いあの、だるまピンでもつけてあげてね、あの、ニットピンとかでもつけてあげて、一目ずつ慎重に編んでいって、引き抜いていっても OK です。ここができたら、これと一番端っこの目。ここですね。 この横のこの端っこ頭結びやからね。わかるかなここの説明心配やわ。わかるかなまあ無理やと思もミシンでたらあでもええよ。<laughs> それ、違反かそんなことルール違反かで、これで今、えっ、ー、とね、12名と一番最初13名で、次のところやね。次の頭2本があるところね。普通に。もう、この子は引っ張ったから。全部引き抜いたから。次のとこね。ここで14目,目になります。 持ち手と持ち手の間の14目。引き抜きながらこの子をつけたって感じですね。もし無理やったらね、後でどないか手で縫い付けてもええからね。無理やったら。で、次。次は、この子の足が入ってる。この子の足が入ってますね。この頭。今引き抜いたこの横。この足が入ってるこの子ね。ここに引き抜きます。ほんなら、こっから、またさっきと一緒です。ここを束で拾って。じゃあ次。 次はこのストップの横に折る1本の子ねここ一番ちょっと硬いけどグッとグッと入れてやってで引き抜くで次またねこの1本のところをここから順番にずっと引き抜いていくということになりますちょっと今入らんけんどもこうねうん ほんなら、もうまた分かりますね。さっきともうここはもう一緒です。蓋がついただけ。あとはずーっとこの一本物のところを引き抜いてきて、端っこもこの一本もチュンチュンチュンと引き抜いて、一番最後にあるこの一本のとこね。ここも引き抜いてからチェーンつなぎして糸始末です。反対側とと一緒のことをするだけです。だいぶね、蓋もついて、やれてきたよやれてきたよできました。ちょっと蓋の付け方だけね、難しいけど、あのー、なんていうの 12箇所決めて、ほんで、そこをこう、一緒にね、引き抜いてくるっていう形になってます。ね、ちょっとここだけ、なんとか頑張って、拾える目さえ分かれば拾えるし、まあ、少々間違え取ったって分からへんから、ね、この辺を頑張って引き抜いてください。ほんなら、グリーンと回ってきて、ここで糸始末して、一旦次ね、あと蓋を仕上げていきたいと思います。はい、それじゃあね、バッグできてきました。だいぶコロンとして、持ち手もこうやってしっかりしましたか 持ち手がねあんなポヤンポヤンやったやつがほらしっかりとして可愛い形になるんですねこうやった頃と丸くなるしなんからもう最後のね最後の結構この持ち手引き抜くところこの辺もややこしかったと思うけどあのこれができたらね割とここもしっかり根元もしっかりくっついてるしねこういう隙間を拾ってきたってことですねそうそう ま裏か、こんな感じやけど、まあ、そないにね、あの、言うほど目立つこともなく、ビロンビロン出ることもなくなんで、この辺いいんじゃないかと思います。ほいで、あの、パッチンをね、つけました。あのー、なんだ、この同じ糸でパッチンつけた、なんでも、何でもえの付け方なんかね。大体いいでいいほよ。で、これは、あの、わざとね、上の方、これぐらいにこう、例えばほら、毛糸を入れて、ここから編みながらとかをしたいので、あるものの場合は、上をこうやってね、しっかり開くようにして、蓋をしてます。 この方が丸、丸いフォルムになるから、あの、ンコにしてしまうとなんちゃ意味がないからね。ぷくっと膨らしてやって、これぐらいの幅があれば、ちょっとフォルム的には可愛いんじゃないかと思います。それでは続きまして、えー、最終ですね。えー、お待たせいたしました。この子の仕上げをしていって、最終ここにね、ホットボンドでポンとつけて、で、こちらね、えーっとね、3万人企画のプレゼントにしようかなと思ってます。えー、3万人企画までもうあとね、3000人ちょっとぐらいかな。3000、 三四百人ぐらいやと思います。なのでね、ほんと皆々様のおかげでここまでやってこれております。これをね、えー、もうちょっと、えー、誰、えー、やろね、お父さんお母さん近所のおばちゃんね、それからあっちのおっちゃんと言うて、みんなに登録制登録制言うてください。ね、星様にになったらまた、えー、くじ引きして、えー、あれやこれやとね、プレゼント企画やっていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いしまーす。はい。そしたら、えー、はい、言うてね。<laughs> え、らいクールやなね さあ、この子もね、ご要望がございました。皆さんのね、よだれつけー、鼻水つけ、言うてね、大体いいね、こう、なんでしょうね。私がやると言うたらみんなお笑い系を目指せという感じになってるんでね、やっていきたいと思います。でこれね、ヨモフェルト水色ないわ、言うとったでしょ。この間までね、あの、モナっていう糸でセーター編んでたんです、ユーザエさんのね。そうモナのやつで、時々ね、よれてないところがあって、そういうやつからこれがふわっと出てくるのよ、こういうのがね。これついたろっかいと思ってます。 ねうん例えばねそうねまあ鼻水だわな鼻水だわなちょっともうちょっとちっちゃくしよううんどっちかだけの方がええな <laughs> ほんまに誰か持って歩くんか鼻水つけ <laughs> あれせ言うて聞いたよ私はやるよせやからほんま 誰が言うたか知らんけど、言うよったで、誰かよったで、鼻水つけねえよ、誰だせえよったよ。ほんまかな。うん、このこもちょいちょいちょいとこいついただけでも鼻水できたんちゃう？出るかな？鼻風船みたいになってきた。あまあこの後ろかに手置いとくん嫌いやねんけどさ、ぶちってさしたら嫌やな思うけども、まあ。 分厚いから大丈夫でしょう、うん。鼻水になったわ。ちょっと薄いな水色が。よだれはちょっと濃いほの色でしようかな。うんうんうん。<laughs> ひどいなあ、ひどいなあ。ちょっとあのまあ、どっちみちさ。 元のさ、あ、これ何か分かりますかライブ見てない人分からへんかもやけど、あの、一応ね、えー、この人、ハリネズミなんです。ほ <laughs> いでね、このハリネズミちゃんの、これはね、あと、ファーっとちょっと、ちょっと軽いにさしてやらんと、あんまり深くさせたあの、さっきみたいにブツブツ穴ができるからね。ファーっとちょっと散らしてやってね。うん、こんな感じでふわふわにしてあげます。そうなのよ。それでね、あの、仕上がりもおもろになってしまうたもんやからやね。 まあこのぐらい遊んでも縁と違うかと思いますな、まあ、よだれはこっちから出そうかなほんまね役に立ちましたわこんな子おるほんまに鼻水出しながらよだれ出してちょっと一旦近所の子やったらちょっとこっちおいで言うて吹いたるでほんまあ、こんなあんだ誰にも吹かれんとこんな子おる 赤ちゃんぐらいやところかもしれへんけどあなたこれはあれかい赤ちゃんよりは大きいこうやと想定するかいもうできたんでねこれねこれこれこうしてちょっとねもう顔ができてきたらあのさすと痛々しいからさある程度もうさっと終わらしたいな 怖いなぁ、怖いな <laughs> こちらでね、えー、もう仕上がりとさせていただきますが、これを誰が欲しいと言わはるかはわかりませんけども、3万人企画の時にはどなたかのおうちにね、行くと思われます。プレゼント企画でね、たんまにあの、あたとの入手けんへん人おるけども、えー、今後はね、1ヶ月置いて、 で、その人が現れへんかったら、もう次の時に回していこうと思います。もうね、あの、連絡は、あの、あなたの方からくださいよ、ということで、当たった人はもう申し込んだ人はね、あの、当たるかな、言うて見てもうて、当たり外れのところだけでも見てもうてね、当たっとったら、あの、ご自身で連絡くださいよ、いうシステムになっておりますから、これで、あの、連絡くれへんかったら、もう1ヶ月経ったら次のね、あの、プレゼント企画の時にもう、回します。もうそうしました。なのでね、えー、ご自身でご連絡の方は、必ずください。 はい。できたそしたら、この子に、もうね、ホットボンドでぐーんとつけてきます。ほんなら、ちょっと仕上がったらね、後でもう一回だけ見てもらおうかな。もう、もう完成形か。えー、か。もう、あの、ホットボンドでつけて、あの、サムネにしときます。ほんで、ちょっとこの辺ぼかしてね、ヨモフェルトしました、言うて、あの、サムネにしようと思います。ね。はめっちゃ面白いやんかいや。ちょっと可愛いな。自分でも置いときたいけど。よかったら、誰かのお宅様へ行って可愛がってもらえたらと思います。 はい。それじゃあ今日も長くなりましたけど、ご視聴ありがとうございました。えー、また次回はね、何するか考えながら、そろそろね、あの、セリアさんのあの、コットン系の糸が結構数出てきたので、えー、ピンチの方もね、またちょっと再開していきたいなと思ってます。なので、えー、また次回、えー、こうご期待でお願いします。はい。それじゃあありがとうございました。バイバイ。